はい、今回はボートレーサー人生36年間半ですね、そして SG 2冠を含む多くのレースで、ボートレースファンの皆さんを魅了しました、熊谷直樹さんにお越しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いしますちょっと今のニヤッとしたのは何でしょうか。よそよそしてもう恥ずかしいわ今日は一つよろしくお願いします。さあ、そしてですね、まずですね、オープニングということで、引退されて、昨年ですかね、はい、それでちょっとしばらく経ったんですけど、今どんな日々を暮らしているんでしょうか。そうですね、雪の降ってる間の1月から3月までの3ヶ月間はもうほぼほぼ数えたら30日間、はい、スノボ行って遊んで、で春ぐらいからは徐々にあまりにも暇だから、近くの農家さんのところにバイト行ったりとか、時給900円ぐらいで、バイト行ったりして、はい、なんかトレーニングがてらかな、はいはい、お金もらえてトレーニングできるならいいかなみたいな感じで、やっぱり何もしないとやっぱりこう体もたるんでくるから、自分でも目に見えて分かってきたから、トレーニングがてら農家さんの手伝いさせてもらってますみたいな感じかな。そして、それからこうボートレースに関してのお仕事とかは、ほぼされてなかった状態なんですかね。されてないっていうか、もうしたくなかった、ね。したくなかった。そう、もう辞めた段階で、もう完全に本当にもうやり尽くしたなと思ったから、だからこうレース場に近づくことさえもう嫌だった。もう忘れたいっていうか。そうそうそう。だから。12月の13日に引退の、会見みたいになっちゃったんだけど、はいはい、あれも本当はもっと小さく新聞記者の聞き出しだけ集めてやろうよって話だったのが、だんだん大きくなっちゃって、だから自分としてはもう記者会見もやりたくなかった、最後の方は。あ、そうなんですか。でももう話が進んじゃったから、はいはいはい、部屋島まで行ってやったんだけど、はい、でその間にも玉川さんからこうセレモニーやりませんかとか言われたんだけど、もう気持ちがもうレース場に行くっていう気持ちじゃもう全くなくて。そうなんですか。それでもうそこからはもうレース場行かないって思ってたんで、でもそういった中で、なんか聞いたところ、こうプレートが届いたっていう話を聞いたんですけど、そう思って、せっかく選手でやってる時はもう命がけでやって、もう目いっぱいやったから、やめたらもう自由な自分の時間でも、遊んで暮らそうったらちょっと言い方悪いかもしれないけど、自由にやろうって思ったのに、ちゃんと働くこともないだろうと思ったから、これでいいやと思ったら、玉川さんからこう引退記念の盾みたいなのが送られてきて、それがちょっと原因で、ちょっと今回もそう、それでちょっと自分で玉川さんからこうイベントとか頼まれた場合はやんなくちゃいけないのかな、恩返しとしてね。あとそれから、この業界、自分が今生活してられるのも、そうやって36年半ボート業界で働かさせてもらえての、家建てたりとかさ、子供たちも育てられたし、それも全部ボート業界から得た収入でできたわけだから、やっぱりちょっとはこうそういうふうに依頼があれば恩返しなくちゃいけないのか、そこでちょっと思い返してなったんだよね。で、その盾を一応持ってきたけどさ、ぜひ見せてください、その熊谷さんの心を動かした盾。そうなんだよね、送ってこれなければ熊谷さんの心を動かせないとは思うんですが、余計なもの送られてきましたよね最初びっくりされたんじゃないですか。いや、びっくりした。だからそのこれなんですけど、それなんかちょっと豪華な木っていうか、そうそう、はい、なんか青梅さんのちゃんとある業者さんが、ちゃんと木造会社さんが作って、こう製造過程までこう写真に入ってて、はいはいはい、で、それ見てこう、ただ売ってる、100均で買ってきたやつにこう書いてあるやつじゃないからあまりにもこう手がかかってたもんで、はい、で、これに他にこう中身使っちゃってないですけど、こう商品券までいただいて、それも結構入ってたんですよ。それでちょっとそのまま
ランプリはできないだろうっていう。これはあれですか、送りましたからとか何もなく、何もなく、いきなり何もなく、何もなく、これちょっと玉川関係者の方のちょっとこう戦略だったんでしょうかね。うーん、そうそう、でその年末にこうセレモニーやりませんかって言った時も、はいはい、もう引退した後ですね、セレモニーやりませんかって言った時ももう断っちゃったから、はい、その時 もう玉川さんのもえこっちがやってあげるとやらないのみたいな感じだったから、逆にもう怒らしちゃった感じだったから、なるほどなるほど、まあでももうやめるからいいやと思ってたから、そしたらもうその玉川さんからこれを送られてたから、ちょっとあ俺ちょっと考え直さなきゃいけないえそれはいつ頃送られてきたんですか。多分2月ぐらいかな、もう本当に忘れた頃に。あ、じゃあちょっと年末のイベントがもうできなくてちょっと2ヶ月ちょっと経ってから、うん、そうそうそう、でだからもう記者会見終わってもう気持ちももう遊んでばっかりいて、でもだいぶ緩んだ頃にこれが来て、だちょっとあ玉川さんとかやっぱボート業界にもし頼まれてることがあるんだったら、まあ、少しでも恩返ししなくちゃいけないかなって気持ちさせられた、こうなんか記念のたった引退記念って書いてあるけど、はい、本当になんか気持ちに入れ替えさせられますまあそれがあって、まあ、今回のっていうことになったってことですね。そうなんだよね、全然植木から頼まれたってやるつもり全くなかった、辞める前にもなんかリモートが中でもしあったらお願いしますねなんてこうどっかで会った時言われたよね、はいはいはい、そんなやるかいって思ったんだけどいやーたまやっぱりこの熊谷さんの心を動かしたっていうところがね、いや本当そうなん、これこれ一つなんだよ、ね、なるほどですね、わ、うん、かりました。そう、まあ、その引退記念の、うん、だからもうこういう力があるからさ、玉川さんに向いてこれなんかまた玉川さんでね、いろいろ成績、好成績上げて、まあ、浜根とか長岡とかいろいろいい成績上げてるところ、はいはいはい、まあ、その時引退される時でもなんか記念の、まあ、百勝だったとか千勝とかなんかあれば、そうですね、送られると本当、いや優勝したよりも嬉しかったかな、うん、あまりにもサプライズすぎて、うん、ちょっとサプライズは好きなんですかね、玉川の関係者の方は、かなですかね、わざとかね、いやいやいや、でも本当はね、こうあの年末のそのファンの皆さんにイベントじゃないですけど、それ見せたかったんでしょうね。そうそうそう、本当はね、それ俺が断っちゃったもんで、はい、ちょっとまあ逆に怒らしちゃった感じで終わっちゃったから、はい、本当は悪かったなと思って、うん、反省しますわ。まあ、今日のこの収録対談と、まあ、いろいろこれからまた、うん、これも本当はだからコロナがなければイベント会場でちょっとそういただきたかったなと思ったんだけど、またなんかね増えてきちゃったからね。だからここのこの場を借りて YouTube の場を借りて。こうお披露目したいかなと思って持ってきました。はい、わかりました。はい、これ熊谷さんの心を動かした、はい、ありがとうございます。ものであります。さあそれではここからですね、ちょっと熊谷さんの、まあ、お話をちょっと聞きたいと思うんですが、まあ、北海道出身ということで、うん、まあ、北海道で生活されていたこう幼少期はどうなんですか。やっぱスポーツ万能だったんですか。いや全然万能じゃない。え？うん。全然。なんか得意なのはこうもしかしたら文化系ですか。いや勉強もできないし、まあスポーツもどんくさくはなかったけど、はい、別にこうズバ抜けていいとかさ、そういうのは全くなかった。やればなん全てある程度できるっていうか。いやいや、まあ、まあでも低レベルで。そんな風には見えないです。今でもそうだけどこう何でもやるんだよね。でも全てどれ一つしてこう上手いものない。ゴルフにしてもスキーにしてもゴルフ上手いんですか。だからどれも上手くないってだけどできると。いやできるまで言わないけど低レベルでやったことありますぐらいで。なるほどなるほど。すごくやってる種目はすごく多いけど、はい、全てこう低レベル、どれ一つしてこうこれだけは自慢できるっていうのは一つもないの、うん、まあ、そういうこう幼少期っていうかボートレーサーになるまではちょっとそういう雰囲気だったんですか。何事もこうできるけど、うん、まあだから冬場は雪の多いとこだったから、まあ、スキーやったりとか、もうそんなことしかすることなかった。この前見ましたよ、あのスノボがすごく上手かったのが。 あれもだからもうすごい滑りづらい時に滑ってもうへっぴりこしてちょっとかっこ悪いんだけどさ映像として後から見てかっこ悪いなと思って。いやそんなことないですけど、うん、まあ、それもそういった幼少期から、まあ、北海道からこうボートレーサーを目指すって、北海道ってボートレースがないじゃないですか、レース場ないね。そう、知り合ったきっかけって何なんですかね。初めは雑誌に
それも女子選手の募集みたいな雑誌だったんだよね、どっちかというとこんな仕事がありますよみたいな、はいはい、でそこからもう何も知らないから、まあ、男もあるんじゃないかなと思って調べたら、まあ、男もあって、で、まあ、ちょうど高校卒業する頃だったんだけど、で試験受けようと思ったんだけどもう募集が終わってて、はいはい、うん、でその次の試験で初めて受けたんだけどさ、あ、うん、その時こう周りの方はボートレーサーになるんだって言った時は今のようにこうボートレースがまだ人気は出てなかったかなとは思うんですが、人気も何も認知度がないからええって感じなの、何それみたいな、あ、うん、だから選手になってからもさ、ボート選手になったんだよねって言ったら親戚のおばさんにあまり筋肉ごつくないねなんてボートってからこういうなるほどなるほど、うん、こっちのボートだみたいな、あ、そのぐらいだから認知度がなかったんです。なるほどね、うん、まあそういった中で第56期生として養成訓練1年間受けるんですけど、この期は女子もすごく養成員として多かったって記憶してるんですか。そうだね、何期ぐらいからだろう、多分今村さんの48期とか、はい、多分そのぐらいの期からだんだんこうどんどん女子を増やしていって、はい、途中の何期だっけな、52期だかそのぐらいはものすごい女子多かったんじゃない、はい、男しか少なくて、はい、で女子をどんどん増やそうとしてた期だったからね、時期だったから。そうですよね、うん、でこうボートレースをあまりこう目の前で見てなくて、あの1年間の養成訓練を受けたので、うん、全てが初めてだったと思うんですけど、そうそうそう、だから初めて選手受けにあの平和島に予備身体検査みたいなのに行ったんだよね、はいはいはい、ちょうど平和島でレースがやってて、はいはいはい、でこうなんかこの木の陰からレースが見えたからさ、はいはい、見てたんだけどさ、あ、レース始まったと思ったら帰っちゃってさ、したらそれスターティングになったんだよねなるほどなるほど、うん、なんだレースじゃねえのかと思ったら今度なんかまた出たぞと思ったら今度レース始まってさ、あ、そうですよね、そう、また出てきたぞと思って今度一人ずつ回ってるじゃん、よくわかんないなと思って初めて見た時はびっくりした。なるほど、じゃあ平和島で、うん、少し見たんですね。そう、それでその程度初めてだったんですね。そうそうそう、どうですか、北海道出身でその初めて養成所であの元巣の水面で一人で乗った時って覚えてますか。まだいやあんまり覚えてないけど、でも初めはなんか怖かったよね、なんか、あ、うん、車と違う、車の免許は持ってたけど、はいはいはい、車と全くちょっと違うじゃない、はい、うん、だからそれ慣れるまでが大変だったね。だから慣れてもだからあんまり上手くなかったよ。だからそうですか、ね、うん、そしてまあ1年間訓練を終えて北海道ではなくて東京支部に所属して、うん、そうですね、っていうことですかね、うん、まあ、北海道は帰りたかったけどやっぱり永久になるまではちょっと東京にいて練習しなくちゃダメだな、うん、もう自分ではもう下手くそだって分かってたから。いやそんなことないんじゃないですか。もうデビュー戦も5-5、4-5、6-6だしさ、はいはい、デビュー戦 2節目も 5-6、5.56 だよ。覚えてる、デビュー戦のデビュー2節目までとか成績。あ、僕デビュー節しか覚えてない。覚えてないでしょ。ダメですねそれじゃ。いやいや、大体みんなデビュー節は覚えてるのよ。でもデビュー2節目まで覚えてる人ってあんまりいないじゃない。え、ちなみにもう一回いいですか、2節目が5-6、5.56。ちょっとそれダメージありますよね。あるでしょ、デビューが5-5、4-5、6-6だからさ、3と1本もないんだからさ。これデビュー戦は多摩川でしたよね。多摩川で2節目がそれ平和島で、まあ、転覆もして、はいはいはい、これ俺はもうクビになるなと思う。もう全然こう思っイメージと全然違ったんですか。うん、練習すればさ、練習では一頭走れたりとかするじゃない。はいはいはい、やっぱり本番そうはいかない。はいはい、でやっぱりそんな成績だから、うん、これはもうちょっと俺は一人だいぶ下手だなっていうのも完全に自覚して、もうこれは一人練習しなくちゃ無理だなと思って、もうクビになるなと思って、うん、必死だった初めは。で、うん、結構練習とか。練習はもう本当にめちゃくちゃ行ったよ。ちなみにあの東京支部の方でこうよくこう一緒に練習当時やったレーサーとかおられるんですか。初めの頃は三品とか、まあ、あと半年後に出てきた、まあ、元々同期だったんだけど怪我して半年後に出てきた長岡とかね、あ、したけど、でも多分練習だけは俺が一番下だと思う多分。あ、うん、だから三品とか長岡が練習レースじゃないのに練習来ないと嬉しかったもんどうですか。そうだ、あいつら遊んでるのに俺練習してるじゃない。あ、でもその間に俺は少しでも上手くなってるだろうと思うから、よしよし、あいつら今頃遊んでんだなって。なるほどなるほど、うん、あ、でそれで少しでもこう長岡との差を詰められるなっていう。もう長岡はもう出てきてすぐもう上手かったからさ。あ、なるほど。長岡選手とは元巣で一応同期だったんですかね。同期だったの半年間ね。ですよね、うん、半年ちょっとか、うん、
あいつはもう顔を怪我しちゃったからそこから息を遅れちゃったけど、でももう出てきてからもうすぐ稼いだからさ、もう見たらもう出来上がってんのよ。あ、うん、デビューしてきたのに。やっぱ練習、デビュー期のことを練習したりするじゃない、うんうんうん、やっぱりそれなりにまだ出来上がってないから、はいはいはい、もう長岡はもう完璧に出来上がってたから、あ、これはもう半年先に出てるのにもうすでに抜かれてるなと思ってじゃあちょっと良きライバルっていうか、いやもうだから長岡にね、ライバルっていうのも長岡に引っ張ってもらった感じ。あ、そういう存在だったんですね。そうそうそう、長岡にもう引っ張ってもらった。あ、うん、まあでもそういった中でもですね、まあ1987年、まあ2年もう行かないうちに、まあ、尼崎で初優勝、うん、そしてその年には関東地区選手権の G1 に初出場してる。もうこの辺なんか一気にこうスターに。スターではないけど、でもこの関東地区選手権に出るっていうのは一つの目標だったんじゃないですかね。まあ、一番最初に出れる可能性があるのはその G1 だったから、うん、まあ、それが3年経つ前に出れたっていうのはやっぱり大きかったよね。自信にもなったし、やっぱりこう特別レース走っていくと、その普通の G1 とはまた関東地区選手権ってまたちょっと違うのかなと思うんですけど、うんうんうん、僕たちは九州地区選手権だったんですけど、うんうん、関東地区選手権ってちょっとどんな雰囲気なんですかね。どんな雰囲気だったろう。まあ、その時の雰囲気に限らず今とは違うじゃない。あ、もうそうですね、先輩はもう神様みたいな存在なんだからさこちらからこっちから言ったらさ今と違ってさ、はいはいはい、熊谷さんみたいな感じじゃないんだからさ今だったら軽々しくデビューしたことも言われちゃうけどさ、もうその当時はもうね、先輩なんて声もかけられない。いや、俺熊谷さんって今の熊谷さんしか僕知らないですけど、熊谷さんがデビューした時は先輩に対してどんな感じだったんですかね。いや、どんな感じ、どんな感じっていうか僕の勝手な印象ですよ。なんかこう熊谷さんになんか僕はちょっとこう話しにくかったんですよね。あ、でもそう、植木たちぐらいにはもう話しかけられないようにしてた感じはあるね、自分から。なるほどね、うん、レース場では。あ、レース場では、うん、まあ、今ならいいけど、本当に、はい、まあ、作ってたっていうかさ、あ、そういうふうに自分を律してたっていうか、うん、うーん、まあ、少しでも俺はお前より上なんだぞみたいな、こう本当は上じゃないんだけど、いえいえ、テクも上じゃないんだけど、そういうのね、そう、相手にそう思わせておいてちょっと相手の気持ちをこう落とさせるというかさ、あ、うん、ちょっとそういう意味で作ってた部分もあるよね。なるほどね、うん、まあ、そういった熊谷さんの活躍は後半にお届けしたいと思います。